い、ではテイルズオブベルセリア続きやっていきます。では今回ね、王とローグレス入りましたのでね、そちらの探索からやっていきます。お前たちは奇術団ということは分かった。だが騒ぎを起こすのよ。そう、前回ね、あのグッジョブだったんですわ、マギルが。おかげでね、あの通行手形は出さずとも中に入れたというね。いいや、それが入会してるを見ていてくれ。この辺りの品だけじゃないからね、船に届いたウエストガンド領やイーストガンド領の野菜も取り揃えているよ。ん、なんだこれ、古びた銀貨。はいはい、あのね、タイマジさんもいつも私たちも持ってくれてありがとう。どういたしまして。君が元気でいてくれて私も幸せだよ。お、あー、なんか、え、いい関係じゃん。まあ、タイマシアの中でもさ、なんかエレノアみたいなね、なんかまっすぐな人もたくさんいるんだろうな。あと、すごかったな。マギル奇術団の公演絶対見に行かなきゃ。ポッポーポッポーね。じゃあ、サブイベント見ていきましょう。今、ミッドガンド王国の国政は、第一王子パーシバル様が取っておられるの。パーシバル王子の国王はどうしたの？王は健在だが、一線を退いてパーシバル王子の後見に回っている。この世界の危機を乗り越えるためには新しい力こそ必要だと宣言してな。おお、なかなかできた王様だな。立派なのはパーシバル様もよ。イケメンなのかな。王様の意を受け継いでアルトリウス様と聖領を全面的に支援されているのよ。アルトリウス、パーシバル様とアルトリウス様がいればきっと王国は大丈夫。みんなそう信じているわ。なるほど、つまり国中がアルトリウスの味方ってこと。まあ、英雄言われてますからね。パーシバル様まだ独身なのが素敵なところよね。あ、独身といえばアルトリウス様もよね。いい方がいらっしゃらなかった。いや、いたけど捨てたのよねえお姉ちゃんな。いやでもさ、アルトリウスの精霊がお姉ちゃんだったようにさ、まあでも思ってたと思いますけれどもね、大切に。アルトリウス、精霊の役割はますます重くなってきた。わしらも心して支援せねばならんぞ。そもそもの話だが、精霊ってのはどういう組織なんだ？嘆かわしい。そんなことも知らんのか。精霊とは聖書を祀るミッドガンド教会の大麻部門。本来は僧兵と祈祷師の集団だった。うん。正式名称はミッドガンド国教会大麻聖領。現在は大麻師の組織になってる。その通り。そっちの坊主たちはよく勉強しておるな。要するに教会の一部だろう。うん。その割には随分偉そうだが。当然じゃ。教会を束ねる主教様は全権を聖領長アルトリウス様に委任して実質的に委任しておる。でもやりたい放題だな。王様が教会で一番偉いってことか。うん。だけじゃないよ。国王陛下は軍事と政治を掌握する非常時独裁権をアルトリウス様に与える。ね、もう王子とアルトリウスがアルトリウスの指揮のもと、再生一致でゴーマ病に立ち向かう体制をとっている。そう、それがミッドガンド聖堂王国。聖領はその要であり、希望の光なのじゃ。いやー、よくわかった。聖領がいかに巨大な組織かってことがな。うん。まあね、さっきの女の人も言ってたけどさ、あの王子とあのアルトリウスがね、この国動かしてるようなもんってことだからね。アルトリウス様のご活躍がなければ今頃ゴーマだけの世界になっていただろう。比喩ではなく救世主だよ、あの方は。ふん、なるほどな。式典では筆頭タイマジン様の演説があるんだってよ。ゴマ病を治す方法が見つかったなんてお話だったらいいんだがな。俺は人々に結束を求める演説だと思う。都市からゴーマは駆逐できたが油断はできない。ゴーマ病の根本原因がわからない限り戦いはずっと続いていくんだからな。ゴーマ病っていうのもね、明らかになればいいんだけどね、この物語の間や、あの治す方法も含めてね。現状さ、もなったら終わりって感じだもんね、ゴーマ病。貴殿の舞台公演申請は民への慰安事業という形で許可された。こんな時代だ、皆の心を少しでも解きほぐしてやってくれ。ただし秩序を乱す大騒ぎは禁止だぞ。
承知しました。ありがとうございます。ほう、まあ、紛る記述団と同じような感じか。で、アイテム取って、800ガルド。あれ、ちょっと戦闘が来たら終わるんだが、ちょっとレベルがね、レベル上げしてないから低いんすよね。ちょっと怖いな。そんなレシピが見つかったよ。お、レシピ見つかった。季節の鮮魚、海賊盛り。酒巻く荒波をイメージした豪快刺身盛り合わせ。あ、いいですね。探索船、バツビオ。いってらっしゃい。オッケー。じゃあね、今度こっちのエリアをね、ちょっと探索していこうと思います。ノルミン人参。ノルミンってさ、あれでしょ、ジェスティリアのさ、エドナだっけ、女の子が連れてはなんか可愛いぬいぐるみみたいなやつでしょ。あれはなんか種族なのかな。式典に合わせて屋台や大道芸人なんかも大勢集まってきて、いや、こんな明るく騒げるの久しぶりだよな。本当にな、またこんな日が来るとは思ってなかったよ。めっちゃ人が集まってる。てか兵士さんか。これはやべえ、兵士かっけえ。やっぱ鎧は男のロマンだよな。よし。うんうん、質実剛健凛々しいね。タイマシ様のお力はもちろんだが、兵士さんたちの頑張りも素晴らしいよな。一度壊滅した王国軍をここまで立て直したんだから。ほう、でこっち側まだ行けないんですね。この前私を口説いた兵士さんも参加。いい人っぽかった時はやめておきな。兵士さんは明日をも知れない仕事だからね。そうだね、もう死が隣り合わせのお仕事ですよね。あ、こんにちは。式典まで行われる、エペ式の演習中の見学は構わんが邪魔にならんようにな。はーい。で、サブイベントがね、1個あるんですけど、どこ？この辺。お母さん、王子様の話。あ、ここか。タイマシ様、来るんだよね。きっとね。星稜のことで大事な発表があるって噂だから。私、タイマシ様にお礼を言うんだ。ゴーマをやっつけてくれてありがとうって。そうね、感謝を伝えてみんなで協力しないと。うん、私も規則を守る。わがままは言わないよ。大した人気じゃの。じゃの。真実を知らないから。そうかい。むしろ皆、タイマシが自分たちのために戦っておるという真実を知って応援しているように見えるなの。わがままは禁止。今世界は大変なんだから、お母さんも私は甘やかいちゃダメだよ。ほう、まあ、本気でなんだろう、本気でまあ信じきってるというか、どうなんでしょうね。なんか今の社会もさ、一人の、少年の犠牲の上で成り立ってるって感じだもんな。まあ私たちはそれを知ってるけど、他の人たちは知らないもんね。なんかみんなニコニコしちゃうね。私も嬉しくなっちゃうな。まあ、こんな世界の人からしたらさ、ベルベットの弟のライフィセットの犠牲はさ、なんか単なる小さな命の一つって思うかもしれないけどさ、まあ、ベルベットとかさ、まあ、本人にとってはそれが全てなわけですよ。そう、だからなんかどうも肯定もできんよなって感じ。王国式典はすごい人出だよ。今から行ってもいい席は取れないかも。マジかよ、失敗した。やっぱ徹夜で並んでおくんだったぜ。ふんふん。そう、ムーンさんはね、やっぱりなんか断るごとに FF7 のね、あいつの言葉を思い出すわけですよ。なんかその、なんだろう、小さな犠牲、世界のために小さな犠牲を取るかって話になった時にね、ケットシーか、 FF7 のそう、ケットシーの言葉がね、めちゃめちゃ心の中に響くわけですよね。そう、死んだ人にとってはそれが全てだっていうね。さて、お話は分かりました。私たちのギルドへできる限りご融資しましょう。助かります。聖主様に仕える教会といえども先立つものは必要でして。分かります。代わりといってはなんですが、大聖堂の奥の神殿増築の件はよしなに。ほう、まあいろいろあるわけですな。下がれ、今伊藤大麻衣様をお呼びした演習の最中だ。それとも伊藤大麻衣様に何かご用か。エレノア来んのかな。
てアイテム取って、お、カルーサイトガーメント、おお。ベルベットだね。よし。まあ、どうなんでしょうかね。なんかエクシア2の時もさ、なんかさ、そういう感じのストーリーだったよね。世界を救うためにあのね、犠牲を1人か2人の犠牲を取るかってなった時にね、まあルドガーは自分が犠牲になる方法を選んだわけですけれども、まあ、犠牲になる本人がさ、なんかまあそれを納得というか、まあ、受け入れていればいいのかなとも思ったりするけれども、でもなんかいたたまれないですよね。で、なんか自分がさ、なんかさ、それをなんか肯定できるのってさ、自分当事者じゃないっていうか、プレイヤー本人もさ、なんか、まあ、当事者じゃなくて周りの一人として見てるから、なんかね、いろんな肯定もできたり否定もできたりするわけでさ、自分がその犠牲になる当事者本人になったらやっぱりね、まあ、受け入れる人もいれば嫌だっていう人もいる だろうしな、難しいよね。大々的な式典に閲兵式か、お偉い方は民を安心させるためだというが、その実民への恣意行為でもあるんだろうさ、この誓いに従えっていう意味を込めたな。あんた清涼のお膝元だからってお綺麗な人間もか集まってるわけじゃない、それだけのことさ。なるほどね。式典はこの先の王城前広場で間もなく始まる、節度と規律を守って敬上するように。はい、さてじゃあちょっとこっち側に行ってみましょうかね。お、なんだなんだなんだ、すごい歓声じゃな、しつけが行き届いておるわ。あ、デモとかじゃないのね。ミッドガンド聖堂王国第一王子パーシバル・アスガードである。この良き日を皆と祝えることを父王と共に嬉しく思う。式典が始まった。こりゃ割って入るのは無理だぞ。10年前の開門の日以来、ゴーマ病とゴーマの脅威によって我が王国は存亡の危機を迎えていた。だが命が朽ち、心が突き当ててゆかんとする地に奇跡の剣を持ち立つ者があった。のはいいが、ここで襲うのは無謀。誰あろう、アルトリウス・コールブランドである。お、ベレット、アルトリウスの偉業は誰もが知っている。彼はゴーマに苦しむ民の救済に全てを捧げた。殺した、そう、御聖主の一中たる頼主を降臨させ精霊の力を我らにもたらした。でも殺した、そうそうよ。ベルベット、混沌の世に断りという希望を与え、今その希望が絆となって我々を結んでいる。でもお前は私の大事なものを全部、アルトリウスの偉大なる功績と献身を称え、今ここに災厄を払い民を導く救世主の名、同志の称号を授けん。同志、アルトリアスは粛々と出世をしてるんだなぁ。同志ってあれだよね、ゼスティリアのスレイもそうだったよね。世界は最悪の痛みに満ちています。なのに、
私は皆さんに頼まねばならなかった。断りによる苦痛に耐えてくれと、意志という枷で自らを戒めてくれと。なぜなら揺るがぬ断りとそれを貫き通す意志、これが災厄を切り払う唯一の剣だからです。今ここにその剣がある。私は誓おう、我が体と命を善なる民のために捧げることを。全ての人々に聖主カノヌシの加護をもたらし、最悪なき世に導くことを。世界の痛みは私が必ず止めてみせる。おーじゃないよ。ベルベット。でもお前は、バカ。ロクロ。エピセットを殺した。な、だよな。どうし、アルトリウス。あれがお前の標的か。いきなり飛びかかるかとヒヤヒヤワクワクしたわい。それじゃ無駄死にでしょ。断りと意志の剣がいるのに、あいつを殺すために。アルトリウス様を殺す。手堅くてつまらんの。そろそろわしはおいとまするかな。名残惜しいじゃろ。また離脱。お好きにどうぞ。じゃあな、皆の大願成就、七天抜刀を祈ってあるぞ。七天抜刀はダメだろ。敵は同志様とやらだ。姿を隠すような相手じゃない。じっくり行こうぜ。やつの後ろにいたジジイがメルキオルだな。あ、なんかおじいちゃんいたね。やつらの情報を集めよう。何をしてるか分かれば隙をつける。はい。と言っても王国の最重要人物だ。探るにも手がかりがないとな。アイゼン、王都に裏の知り合いはいないの？船着き場の時みたいに。内陸には疎いが、アイフリードが懇意にしていた闇ギルドがあったはずだ。闇ギルド？バスカビルというジジイが仕切っていて、確か王都の酒場が窓口だと。酒場ね。ギルド、そんなものがあるの？とにかく酒場へ行ってみよう。腹ごしらえはできるだろう。かわいいなあ、ライフセット。かわいいなあ。さて、いや、お腹からすごい音がした。生きてる証拠よ、うん、それも。そうそう、お腹がすくとね、お腹が鳴るんだよ。あの式典、いや、すきっと同志のお披露目の場だけあって、タイマシ軍団勢ぞろいだったな。ね、みんなおったな。お前が追ってるやつはいたのか。いや、ああいう場にすまし顔で並ぶやつじゃない。星稜の上位大魔師なんだろ。あいつには関係ない。そうか。ところでベルベット、あの同志様は右手を怪我でもしてるのか。あいつは昔大怪我を負って利き腕は使えない。やっぱりな。でも左腕だけでも超一流よ。実質両利きか。動きを見ればわかる。体に無駄な力みがなく、ブレもないし、意識も丹田に置かれていたからな。丹田って何？私も知らない。腹の底、聖火から指2本分くらいのあたり。あ、おへそから指2本分。全身の気が集まる場所だと聞いたことがある。へえ。何より殺気を微塵も感じさせないくせに、どこにも隙がない。あの同志様は強い。あいつがアルトリウスのそばにいる理由は、おそらく、ロクロが俺もあいつを切りたくなってる人ね。ほう、まだちょっと謎が多いな。だってもうちょっとね、いろいろ探索ができるので、ね、やっていきます。ホーリーボトル。ふん、同志様か、恩をパーシバル殿下も、どこまでアルトリウスを甘やかす気だ。
ミトガードには我ら貴族が100年かかって築き上げてきた伝統がある。それを踏みにじった男が断りを語るなど少子千万、認めぬ、私は認めないぞ。軍にも彼らの戦王に不満を持つ者は多数います。ですが今タイマシたちの力が必要なのは事実、どうかご自重を。そうよね、あれほどの権力を得た男を皆がみんな歓迎するはずがない。制度王国も決して一枚はなんかじゃないのね。そう、まあアンチはいるよね、どこにでもね。どんなね、いい人であっても。そうそう、全員が納得する方法なんてできないわけだからな。ね、あとなんか全員が、どの人にも好かれる人なんて絶対にいないからな。とってもいい人だけど、それに対してやっかむ人もいるだろうしな。まあ難しいですよね。いや、素晴らしい式典だったな。きっと今日のことは歴史に残るぞ。お、ボーティガンが落とされただと。同志様が誕生した晴れの日に、なんという凶報だ。ほう。断りと意志を持って地図である世界を作るか。それはつまりゴーマとは逆のことを、人間にしかできな、あ、できないことをな、あ、できないことをなすってことか。深いお言葉やね、私たちもここに刻みましょう。意志と断りの喧嘩。確かにゴーマを倒す武器だろうが、俺は知ってるぜ。その刃が奴らが決めた規律に従わない者にも向けられる。わお。わお。まあ、でしょうね。決めた。俺も兵士になって、この命を善なる民のために捧げる。世界の痛みを俺が必ず止めてみせる。じゃあ落ち着きなんて、あんた簡単に影響受けすぎでしょ。どうしアルトリウス様、あんな立派な方がいるんだな。この年まで祈りなんて真面目にしたことがなかったが、あの人が信じるもの、俺も、あ、まあ、まあ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 、信者というか、まあ、ね、信じる人は増えるでしょうね。大聖堂行ってみようか。式典が終わって規制も解除されただろうし。あ、じゃあさっき行けなかったとこも行けるようになるのかな。ムーンさん前だな。高校生ぐらいの時は、なんか、あの、人に、嫌われるのとか、周りの人から自分はどう見えてんのとか、すっごい気にしてた時期あったけど、今は全然ないな。まあ、私もね、好き嫌いもちろんありますから、うん。だからなんか、別に自分を嫌ってる人にいい顔する必要なんてないし、でも逆になんか自分を、なんだろう、大切にというかね、自分のことを慕ったりとか、なんか仲良くしてくれる人には誠実で、ずっと誠実でありたいなって思うけれども、なんか敵対してくる人とか、なんか自分にいちいち突っかかってくる人に対して自分はいい顔する必要ないって思ってる人間だから、うん、だから今は全然どうとも思わんな。お、なになになに、導く救世主、まさにアルトリウス様にふさわしい称号よね。私は信じるわ。どうしアルトリウス様がいれば、きっとこの大災厄の時代を乗り越えられるって。はあ、アルトリウス、ずいぶんご大層な称号だな。アルトリウスはすでにミッドガンドにおける生息の実権を掌握していたが、この名を得たことで、既存の権力構造を超えた民衆の希望そのものになったと言っていい。手強いどころじゃないな。じゃないな。それでも戦うの。当然よ。同志だろうが、神様だろうが、野良犬だろうが、あいつが仇なのは変わらないわ。うん。そうだね。まあベルベットの大切なものすべて奪っていたからな、アルトリウスはな。同志様はダンナカイドウの北に聖主様のための新しい神殿を建てているんですって。完成したら絶対にお参りに行かなきゃね。ということで、じゃあ今回ここまでにしておきましょうかね。まあ、あの、アルトリウスが出世をしたっていう話でしたね。ああ、なんて素敵。なんだか未来の希望が湧いてきちゃったかも。素敵ってどうせ演奏してる人の顔がでしょ。うん、同志様の演説も曲も演奏してる人の顔も全部よ。あ、イケメンなのこの人。あらあら。あらあらあら。あら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 。いやね、あの、次回もまた探索会続くんですけれどもね、まだちょっとサブイベントいくつか残ってるので、それをやっていこうと思います。はい、ではご視聴いただきありがとうございました。